同揃っているな。これより作戦会議を開始する。全ての準備が整った。みんな時間がない中よくやってくれた。特に5機団、こちらに到着して早々であるにもかかわらず、見事アンジャナフ狩猟の任務を果たしてくれた。これで憂いなく古竜の捕獲へと取り掛かれる。ご苦労だったな。ゾラ・マグダラウスが大峡谷に差し掛かるのは夜明けと同刻。よし、では最終確認を行う。ハンターたちは各自現地に集合。ゾラ・マグダラウス奴の進行上に2つの障壁を築いた。大砲とバリスタで奴の体力を減らし、第一障壁手前で単発式高速弾による拘束を行う。奴が第一障壁を突破するようであれば、直接奴に乗り込み体力を減らした後、第二障壁前で拘束を行う。現場設置の大砲とバリスタを存分に利用しろ。了解。技術班はこれら機材の最終確認を急げ。おう。補給班は補給手順の再確認。研究班は準備ができ次第護衛と大峡谷に出発しろ。奴を拠点に運び込むことは不可能だ。現場で調査が終了するまでここには帰れないと思う。わかりました。覚悟の上です。より細かな指示は実践中に行う。おのおの聞き逃すな。それでは君たち、導きの青い星が輝かんことを。以上、解散。ついにこの時がやってきましたね。緊張する。急げ、時間がないぞ。気をつけろ。気合い入れろよ。守備は特艦ですな。いけるか。よろしくな。炎の印にかけますぜ。ほら手を動かせよ。やってるな。あ、先輩、そうして。どうだ。朝までには必ず。頼もしい。いざという時頼りにしている。夜明けとともに作戦開始だ。長丁場になりそうだな、じいちゃん。日暮れまでには終わらせるぞ。作戦開始。大砲とバリスタでマグダラウスを攻撃。体力を減らせ。マジか。後方のキャどうすんだ。あ、これか。なんかあるな。使ってる。気合い入れろよ。あれ、どうやって撃つん？おう。あ、ダメなんだ。あ、弾がない。そういうこと。いけ。
ペケになってるの。どうすんだこれ、わかんない。あ、ちゃうちゃう、これじゃない。痛い。ポラポラ。当たった。よいしょ。行くのかこれ。あ、ありがとう。よいしょ。来る。何すんの。ドラマグダロスが第一障壁を突破しました。では次の作戦に移行する。ハンターたちに次ぐ翼竜を使い至急マグダラオスの背に移動しよう。な、行くぞ。各所の翼竜の止まり木に急げ。了解。乗り込むっすよ。ここからが正念場。相棒、頑張ってください。おい、わかった。マグダラオスの背に到着。指示を。奴の排熱機関を探せ。そこを叩き、体力を減らすぞ。相棒、吹き出すマグマに気をつけてください。マップなし。排熱機関を発見。攻撃してください。どうするんだよ、わからん。どこだ。やめて。いやー、マグダラオス城のハンターたちはそのまま待機。落とされるなよ。モンスターです。外角上に未知のモンスターが現れました。マジか。アリスタ隊は援護の準備。これか。至急外角上に向かえ。援護了解。なになに。うわお、分からんな。うわ、強いよ、めちゃくちゃ。強い。
やるか。いや、押せよ、お前ら。時間がない、再配置だ。よーい。それよそれよ。強いな。大丈夫かい？お、強くなった。なんこれ。かっこいい。あれ？いやいやいや、やれやれ、どっちかな。強いな。終わったんだ。今回はここまでにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。